水原 FC は、韓国の軽軌道水原市を本拠地とするサッカーのクラブチームである。2003年創立、2013年より K リーグチャレンジに参入し、2016年は K リーグクラシックに所属したが、1年で K リーグチャレンジに降格した。前身は2003年設立の水原市長 FC。2003年よりナショナルリーグに参加し、2010年に、 リーグ優勝した。2013年の K リーグチャレンジ開始時に、現クラブ名に解消し参加。水原市をホームとしている K リーグクラブは、水原サムスンブルーウィングスがあり、同一地域に本拠地を持つ複数のクラブが参加する初めての例である。ホームスタジアムは水原総合運動場である。なお2014年シーズンは総合運動場の改修工事のため、 スイバラワールドカップ競技場を暫定ホームとして、ホームゲームを開催した。2015年の K リーグチャレンジで3位に入り、プレイオフを制し、富山アイパークとの昇降格戦へ。ここでも2000にシし、初の K リーグクラシック昇格を決めた。2016年シーズンは、水原 FC とスイバラサムスンが、K リーグクラシック史上初めて同一都市のクラブとして、 リーグ戦で対戦した。だが同年水原 FC は再開に終わり、降格、2017年より再び、K リーグチャレンジに所属する。なし。ありがとうございます。